今日は動物園でお絵かき大会だ。最初のお題はゾウ。よーし頑張るぞ、ゾウだけに。いきなりダジャレかよ。できたー、ゾウ。あれ、鼻二つある。何言ってるんだ、マトモ。下のは顎だろ。あ、牙でもないんだ。マトモくんに褒められたらやる気出てきた。うん、褒めたつもりはなかったけど。もう一枚描いちゃおう。できたー。細、鼻細、足も細、尻尾も細、全部細。細りかぞー。アフリカゾウみたいに言うな。よく描けてるな、このタコ。いや、ゾウだから。よし、じゃあ次のお題はパンダだ。できた。白クマ。トゲル、お題はヒグマだぞ。いや、パンダだろ。ああ、体の模様描くの忘れちゃった。できた。お腹冷えた。じゃあ次のお題はキリンだ。できた。長、首長、足も長、尻尾も長、全部長。トゲル、もっと短くするんだ。できた。毛が短くなってどうする。じゃあ次のお題はライオンだ。できた。体毛たくましいな。よく見ろ、マトモ、足は綺麗に脱毛済みだ。余計おかしいだろ。よし、最後は何でもいい。好きな動物を描いてみろ。できた。ダンゴムシ。いや、まともじゃねえ。